私が考えるプロとは、一芸に秀でた専門性を持つ人で、さらには謙虚に素直に自らの一芸と向き合い努力を続ける、そんな姿を背中で見せて周りに影響を与えられる人間力を持った人だと思います。ベターベターで昨日よりも少しでも良いものを作る、プラスされる手間やコストは仕事のやり方を変えることでなんとか自分たちの中でやりくりする、この繰り返しで会社も人も成長してまいりました。何も急に新しいことを始めるのではありません。リアルの世界でベターベターでやり続ける、そんな現場が少しずつトヨタの中にも広がっていけば、実現できないことはないと信じています。